さっさんストロークやっていきましょう。この戦いを制するのはどちらか。今回は青いカラーで。じゃあファーストラウンド注目していきましょう。隙をついてうまくチャージする。蛇をガードして。ダメ。さあお互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前にプレイヤー1のドライブゲージは惜しまない。さあきっちりコンボを決めてダメージを与える。プレイヤー2、さあ追い詰めた。追い詰め。オーケー。落ち着いていいな今日は。打つねー。いいね。OK。完璧だな。いいね。いや落ち着いてやった方がやっぱいいな。全部噛み合ってる。たまんねえか。打つねー。まあまあいいでしょう。ゲージを1本使っていく。プレイヤー2、ゲージよりこのチャンスを生かせるか。変化していくか。どう崩していくか。頭上がガード完璧じゃねえか。青のがいいのか。倒しきりの S。 完璧すぎる。マジで結構これ完璧な内容だったな。さっさんストロークやっていきましょう。右7連勝。注目のファーストラウンド何が起きる。さあ何が入ってそこからジャンプからの攻撃は許さない。さあ最大の距離ドット単位の見切りができるか。オーケー。チッキショちょうど溜まっていく。
いやあーやべ。いやーもったいねー。いやーどうすっかなオッケー、あぶねー。つか CA 出なさすぎ出ねーやべえな、出てればもう勝ち確だったのに な2回ミスったな、2回出なかったな。どうなるか、展開に注目していきたい。注目のファーストラウンド、何が起きる。首を通してている。オッケー、危ねえ。危ねえ。マジでミスった。あーよかった。オッケー。次の試合も見ていきましょう。いやーうん、オーバードライブアーツを絡めてダメージアップを上がっていく。隙をついて今でチャージする。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。相手をクリアにしてチャンスを作っていく。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。あ、上見てんな。ここからどう動く。流水拳を打った攻めのドライブラッシュ。お互いここでパワーと。危ねえもうミスがひでえぞこの勢いのまま行きたいところ。掴んできた。先ほどの動きをこのラウンドどう。起き上がりに状況に変化をつけるか。対空キッチドライブラッシュで前に出る。ドライブインパクトは通さない。
中足を見せて。この距離は弾飛ばれなければ超強力。危険な画面端からダッシュ成功。やっと出たレベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。およそまとまったダメージが入るぞ。ここから、ここでバウンド、試合が動くぞ。スーパーアーツが溜まっている。まだキラは残っている。 OK。 なんか相手なんでそんなインパクトやってたんだろうな。なんか焦ってたのかな。いやー、連敗してたから無線の人とおっしゃったよ、ボタン、レディーボタン。試合開始、実況解説は R でお願いします。ドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。さあ体力はほぼ変わらず、どこからクラスか見定めているか。プレイヤー2、画面端の揺さぶりで格を放置続ける。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。溶かしてからの、ここで飛びが通る。厳しいを使ったコールルート。さあこれはきっちりガードで対応。どっしり構えている。仕切りのオーケー。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ドライブパリを使って、いやー、プレイヤー1、画面端のいい状況を受け止めつつ攻撃する。おー、 M 戦だ。いやー、マジ。いや、これ一戦だけでしょ。無線の人やっぱやべえわ。人とやっちゃダメだわ。こんなことなかったけどな、無線の人でも。いや、なんかさ、無線の人と当たると最近絶対楽いくなんだよな。前までなかったんだけど、なんか注目のファーストラウンド、何が起きる。強化攻撃道具で相手を動かしていくか。さあ体力はほぼ変わらず、うん、なるほど。タイミングを合わせて綺麗に受け止めた。いつかすかすか踏み込むか。地上の駆け引きの範囲。およっと、プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。果たしてからの、一瞬の立体の体力状況、相手の力量が見えてきたか。ターゲットコンボを叩き込む。さあダウンから、いやー、ステレポダメだぞ。それでもテレポすんだ。いやー、何か。いやプレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。よくさ、ここからは差し合いの領域となる。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。投げる、一息つけるか。わわわ、大陸さんある。しかしどうにでもなる状況。いやー、最後は
テレポかんないとダメだな。いやそれなんだよこっち攻撃当たってんのにそれないだろう。うわインパクトか。いやー走ればよかったか。攻めてこれ。いやついてうまくチャージする。ここで弾を打つ技を入れたら当たり、はあ、変な前に入っていく。仕切り直す。飛びは通さない。さあここでドライブラッシュ。勝てー。硬い人か。ゲージはよく見えていた。プレイヤー1ラウンド選手
手、この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を持っているか。ここは投げがカウンターで決まった形。さあここはうまくドライブ超級隊、相手の攻めやべ、攻めのドライブダッシュ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。ああ。さあここから地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ドライブラッシュで前に出る。バーンアウト、まずいぞ。ここでスタンしてしまった。あとはここでスタン、壁に押し付けられた。これは精神的にクリア。マジかー。酒飲めてないんかい。これはもう酒飲むしかないじゃんな。わあ、こっち負けんのか。届かないな。なんで今止まった？打つんか。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドで動かせるか。ここはうまくチャージした攻めのドライブラッシュ。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。上からきた、ウルファのチャージを受け、どこからでも仕掛け、ドライブラッシュで前に出る。ここでバウンド、試合が動くぞ。プレイヤー2、このバウンドはかなりきついか。レスエージは両者マックス。あーやばい、ゲージ運用が勝負を分ける。ここでレスエ、試合を動かして、回復させて、うわやると思った。やると思ったー。 OK、 最後は冷静に。無線の人とやってもさ、しかもどちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。うわ、まずは飛び道具を消せ。まだまだ序盤、ここから試合は
取られてるよな。いやー熱くなっちゃダメだな。うぜえマジ。いやうぜえ。いやマジうぜえ。やると思ったでよな。まあまあまあ。完全に読み切っていた。プレイヤーワン、まずは流れを作った。これリズムのまま倒しきれるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。試合は始まったばかり。警告に仕掛けるか。攻めのドライブラッシュ。焦らずどっしり構えている。投げを使ってガードを崩す。強いドライブラッシュで前に出る。投げて両者中央での差し合いを望むか。坂部八も入れたいで飛んでいる。バウンドまずいぞ。ここでバウンド試合が動くぞ。さあ両者バウンド。ここ一番の一撃が貫く。気持ちを乗せた新昇龍拳がヒットする。レイアップ、ドライブなしで気合でしのげるか。ラッシュするか。強
あぶねー、それダメよー、弾抜けあるよー、出るよそれ。うわさすがに。オッケー。さすがにな。オッケー。